宮古吉川、平安時代前期の貴族、文人。生は、宿根のチアソン。署名はことみち。主景党、宮古定継の子。官位は、十五位下、文章博士。生は朝初頭の上岸二年分小生に補せられると、文章特行生を経て、上岸十一年大作に求大し、翌上岸十二年章内記に任官。同年に、 菅原道真が対策を受験した際、その問答博士を務める。また、翌上岸13年、太子皇太后、藤原純子の葬儀に際して、天皇が祖母である、太子皇太后のもに服すべき期間について議議が、生じて決定できなかったために、受者たちに議論させたが、吉川、菅原道真と共に、日本や中国の所長の法律や事例に基づき、真相5ヶ月、 複製府用の旨を述べた。上岸十四年には、式部部省進む、平末永と共に、手のひら牧開客使を務める一方、自ら改文を作成して、ことみちから吉川への改名をこい、許されている。上岸十五年中ご一した、大内期に助任され、上岸十七年以降は、文章博士も兼ねた。上岸十八年に、大極殿が火災にあった際、 拝聴及び軍神が生に従うことの是非について、妙業、起念博士らが問われた際、吉川、同じ文章博士の古世文雄と共に、中国の初朝さにおいて、宮殿火災での変復、拝聴の例はないが、春秋戦国時代の諸公では火災に対して変復、松室国の例があることから、両者を接中して拝聴のみ実施し、天皇、軍神は、 平常の服を変えるべきでないことをそうし、採用されている。妖精や佐諸島の元行元年には、一族のおとり、隠友、行動とともに、宿根制から阿村制に改正した。歯科作品を作る傍らで、多くの象直寒府を起草し、上岸13年より編纂が開始された、日本文徳天皇実録にも関与したが、完成する前の元行3年2月25日に即興 去年46。最終官位は文章を博士十五位した健康大内気越前健介。監視に引いて歴史や伝記にも詳しく、平安教中に名声を博していた。加えて立派な体格をしており腕力も強かった。一方で貧しくて財産は全くなく食事にもことを書くほどであったという。歌集に都市文集があり、象直や 対策の作文などの名文が収められている。監視作品は和漢楼栄集、新鮮楼栄集などに日集している。直線歌人でもあり、古今和歌集に和歌作品一種が収められている。また、各種伝承を記した道場法師伝、富士山記、吉野山記等の作品もある。富士山記には富士山頂上の実情に近い風景描写がある。これは、 吉賀本人は登場、または実際に登場したものに取材しなければ知り得ない記述であり、富士登山の歴史的記録として重要である。監視にまつわる説話が複数伝えられており、後世においても監視人として評価されていたことが伺われる。また、活躍時期がやや異なるにもかかわらず、吉賀と菅原道真が一緒に登場する説は、逸話が見られる。中気のないものは、 日本三大実録による、ありがとうございます。